300, 300は2006年のアメリカ合衆国の歴史アクション映画。監督はザック、スナイダー、出演はジェラルド・バトラー・トレナ・ヘディなど。フランク・ミラー原作のグラフィックノベル、300を元にペルシア戦争のテルモピュライの戦いを描いた作品。日本では R15 指定。紀元前480年、スパルタをレオニダスのもとに、 ペルシア帝国からの死者が訪れ、スパルタに服従を要求した。レオニダスはこれを拒否し、死者を殺害した。レオニダスは、スパルタ全軍での迎撃を考えていたが、デルポイの信託によって、非戦と決定されてしまった。王といえども信託には従う義務があり、スパルタ評議会も、非戦の方針を指示した。このままではスパルタは戦わずして、 ペルシア帝国の支配下に入ってしまう。レオニダスは散歩と称して300名の新衛隊を引き、ペルシア王クセルクセス率いる100万のペルシア軍の迎撃に向かった。兵力差は圧倒的であったが、スパルタ軍は瞬間な山と海に挟まれた狭い街道に布陣して、ペルシア軍が大軍乗りを生かしきれないようにした。ここに、 壮絶な死闘となるテルモピュライの戦いが始まる。日本では、ワーナーブラザースホームエンターテインメントより、ブルーレイ、DVD が発売。サウンドトラックは、タイラー・ベイツによって制作され、イラン出身の歌手アザム・アリを起用して、アビーロードスタジオで録音された。2007年3月6日発売。ロッテントマトズによれば、批評家の一致した見解は、知、暴力。 そして既存の映画の引用に満ちており、単純だが、視覚的に刺激的な体験ができる。であり、二百三十六件の評論のうち高評価は六十一パーセントに当たる百四十四件であり、平均点は十点満点中点一点となっている。メタクレティックによれば、四十二件の評論のうち、高評価は十九件、賛否混在は十六件、低評価は七件で、 平均点は100点満点中52点となっている。映画の公式コスチューム300は公開後、セリフやシーンが様々なメディアでパロディされ、特に This is s p a r t a のシーンはインターネットミームとして流行した。2007年のサタデーナイトライブではスケッチコメディの題材に引用されている。ストップモーションアニメロボットチキンのアメリカ独立戦争を題材にした。 1776アニメサウスパークのシーズン11の第6話 D ・ヤイクスアニメラーバのシーズン3の99はラーバルタなどでは映画の演出や視覚表現が引用されている。また2008年には20世紀フォックスからジェイソン・フリードバーグとアーロン・セルツァーが監督したほぼ300というパロディ映画が制作されている。 スパルタンズの名を冠するミシガン州立大学のスポーツチームミシガンステートスパルタンズでは劇中の力強いセリフ回しやスパートンズ、ホワット・イズ・ユア・プロフェッションの部分をちゃんとの掛け声に採用している。またアメリカンフットボール選手のネート・エブナーは髭を生やした風貌と運動量から劇中でジェラルド・バトラーが演じたスパルタの英雄。 レオニダスのニックネームで呼ばれている。ありがとうございます。